98年に入り、さらに精力的なソロ活動を続けるヒデ。ロサンゼルスでジルチのアルバムを仕上げると、立て続けに2曲のソロシングルをレコーディング。4月末にプロモーションのために帰国した。爆発的なパワーを感じさせるピンクスパイダー、夢と自由を歌ったエバーフリー、これら2つの曲にはヒデの音楽の新たな世界が感じられた。やっぱり確実にそれだけ のファンが自分のことを待ってくれていたり、それから自分を何かの光として見てくれてるっていうふうにちゃんと彼は分かってたか、みんながやっぱりアーティストとして自分を認知してくれたんだっていう一つの喜びだったと思うし、次のステップに踏み出したんだっていうふうに思います。だからその最後のアルバムはやっぱり確実にその人たちにとって何か意味がある詩になってほしいっていう意識がすごくあったと思いますね。新たな世界を切り開き、激しい勢いで走り始めたヒデ。その精力的な活動には何のためらいも感じられなかった。しかし、1998年5月2日、今ヒデの魂は故郷横須賀に静かに眠っている。音楽に目覚めたあの海が見える街に。すでに完成間近だったサードアルバム「ヤズー」はヒデの友人たちによってレコーディングが再開された。ヒデが残した最後のメッセージを伝えるために。Mama, don't close your eyes.